日本に一番近く、日本人に一番優しい国韓国。韓流ブームに飲み込まれた3人を早速スタート。よし。滞在時間は30時間30分。これは絶対絶対厳守です。まずはポップアイドル御用達の老舗の食堂を調べました。やったー、行きたい。ね、今回春菜は K-POP アイドル行きつけの店を完全に調べ上げたとか、あわよくば会えるかもとさえ3人は思っているが、すごいでしょ。なんかお店が新大久保みたい、ね、やっぱりここが本場だけど ね、ここでどこがおじさん、ここに赤い看板の老舗。そう、老舗の食堂。へえー、これサインいっぱいありますよ。すごい。あ、いたほら、すごい来てる。からお気に入りのこちらは老舗の食堂、アイラブ新丹堂。とにかくカラに近づきたい、そう切望するファンが大勢詰めかけ、他にもピア、ヒョンビンなど韓流スターがこぞってその味に惹かれる人気店。気になるそのメニューとは。写真撮りたい。おいしそう。写真撮ろうよ。はい、チーズ。何であのカメラ。あ、いい。あ、いい。仲良さそう。あ、すごい。後ろの人とチェックが被ってる。これが、カラが愛するメニュー、新丹丼トッポギでございますよ。新丹丼。鍋みたいな。うん。トッポギや野菜などを甘辛く煮込んだこの料理は、若者がおやつ代わりに食べる思い出の味。味付けが絶妙で、多くの韓流スターの胃袋を満たしているという。あ、トッポギと。